どうも愛知です今週はカット編集なしの回となります。 もしかしたら最近ね、私のチャンネル知ってくれた方もいるかもしれませんので、ちょっと簡単に説明させてもらうと、普段毎週月曜日の16時半に投稿しています。で、先週みたいに、例えば生活のポイントだったりとか、勉強のポイントっていうのを、編集を入れてお伝えするときもあるんですが、1ヶ月に1回ぐらい、今回みたいにね、意図的にカット編集、ゼロでもう一発撮りで喋 <laughs> っていくっていうのをやっています。 で今回はまあ自分の思いをみんなにこう伝えていくんですけど、あの、普段さ、まあみんなもあの編集したものを見ることが多いじゃんか。だから、こう間延びした感じがしてね、ねえってなるかもしれないんだけど、こうみんなが日々生活していく中で、まあ世話しないじゃんか。ね、こう気が休まらない時も多いと思うから、ちょっとさ、ちょっとこう、一回足を止めて、ふって。 うん、気を抜いて、なんか休憩してほしいんですよ。そんな動画になったらいいなと思っているので、投稿されて、すぐ見に来ようとか思わなくていいから。でも、みんなが、こう、例えばサムネイルとかさ、こう、タイトル見てもらって、ちょっとこう、休憩しに行こうかなと思った時には、ぜひ足を運んでもらえたら嬉しいです。はい、お願いします。で、今週は、今週は、今回は、あの、何を話すかっていうと、まあ、新生活始まりましたよね。まあ、1週間ぐらい経ったのかな。で、新しい新生活を過ごしていく中で、 一個ね、気をつけてほしいことがあるの。それだけ今回伝えていきます。それが何かっていうと、数えるものを間違わないようにしてねっていう話です。数えるものです。で何かっていうとね、こう、新しい生活が始まった時っていうのは、もちろん、まあもちろんって感じた。もちろん、その新生活にさ、慣れていかなきゃいけないっていう、まずプレッシャーがいっぱいかかってるの。ストレスがすごいかかってる。で、その状況、かつ、できないことがたくさんあります。 まだその生活に慣れてないっていう面もあってうまくいってないなっていう印象がすごく出てきやすいんですだから自分ができないこととかうまくいってないことばかりに目が行きやすい時期なんですでもそればっかり数えてしまうと自分がすごくダメなやつな気がしてきますでダメなやつな気がしてしまってどうせ自分なんてっていうスイッチが入ってしまうと できることもできるようにならないし、伸びるはずの成績も伸びなくなっちゃうんだよ。それがすごく嫌だ。<laughs> それはすごく防ぎたいの。だから、まず、そういった時期だから。新しい新生活はね。だからそういった時期なので、数えるものは自分のできないこととか、うまくいってないものばっかりを数えちゃダメだよって。そこ気をつけなきゃなっていうのを覚えててください。で、プラス、数えてほしいことがあるんです。 それは何かっていうと、自分が新しくできるようになったことを数えてください,い。今はまだできないことがいっぱいあります。うまくいってないことがいっぱいあります。でも、みんなが日々こうね、こういろんなことにぐわーってなりながらも頑張っていけば、できるようになることが増えていくんです。うまくいくことが増えていくんです。そこを数えてください。でもそれはさ、一日努力したぐらいでさ、できるようになったぜとはなかなかならないよね。 でもなることもあるんだ。それは何かっていうと、まあ、毎日の勉強よ。学校の授業を受け取ってさ、だって授業を受けた時っていうのは一応知らないことでしょ。まあ、知ってる方もいるかもしれんけど、知らないことがあって。で、それを、例えば授業を受けて、家でちょっと復習して、できるようになっていくわけじゃん。周りもみんなそうって思うかもしれないけど、できなかったことができるようになるってすげえことなんだよ。すげえことなんだって。だから自分が新しくできるようになったこと、それは毎日であるから。その勉強内容だったら。 ちょっとのね、知らなかった単語を覚えたでもいいわけなので。なので、そうやって、新しくできるようになったことをしっかり数えていく。で、もし、早く起きるのが苦手だった方、これはね、多分ね、数週間とか、1ヶ月とか単位で必要よ。ねなと、早く早起きするためにはね。でも、それも、後で振り返ったときに、あれって、朝起きるのちょっと苦じゃなくなってきたなってなっていくんだよ。毎日頑張ってたら。そういったものをしっかり数えてください。でそれが数えられるようになると、自分って、 努力すれば変わることができるんだなって。何か今ね、できないことに悩んでたとしても、でもきっと続けて継続していったら変われるはずだって、未来の自分に期待が持てるようになる。このコンディションはすごく大事。だからそうなるためにも今できないこと、うまくいってないことを数えるんではなくて、毎日の中でできるようになったこととか、うまく勢いになったことを数えていこうって、そこに目を向けていこうと。 思いいながらぜひ過ごしてくださいそれがね、この4月にできるかどうかで、5月のゴールデンウィーク明けとか、6月っていうみんなの過ごし方、このね、気持ちのね、場所が変わるのよ。その時の。ねなので、ちょっと信じてもらって、ぜひそこを数えるようにしてもらえたらと思います。はい。ということで、本日もね、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。こんな感じです。<laughs> ま、これがね、好きな方だったら好きじゃない方いるかと思うんで、絶対強制はしないんですけど、ま、こんな感じでたまに、ま、1ヶ月に1回ぐらいかな、喋っていきますので、よかったら、そういう動画もぜひ見てみてください。では、また来週の動画でお会いしましょう。それじゃあ、またねバ,バイバイ体調を崩さないように気をつけんだぞ